痩せるだけじゃなくて健康にもいいとして最近注目されている減量方法のデトックスダイエット、テレビとか YouTube、Instagram で毎日様々なデトックス方法が紹介されているので、ダイエットに興味がある人なら一度はデトックスという単語を聞いたことがあると思います。このスープを飲めば1週間で痩せると刺激的なことを言われれば、とりあえずやってみたくなるのが人情というもので、実際にデトックスダイエットの口コミとかその方法についてインターネットで検索する人も少なくないと思います。まあ、そこで今回はデトックスダイエットの効果について解説していきたいと思います。これからダイエットを始めようとしていてデトックスをちょっと検討しているという人は参考にしてみてください。まずデトックスダイエットに効果があるのかを先に説明していくと、結論から言うとないです、ありません。そもそもデトックスっていう考え自体がハリボテの概念なんですよね。もしあなたがこれからダイエットを始めようとしているなら、デトックスダイエットだけはやめた方がいいです。むしろ効果がないどころか健康を害する危険な減量方法だからです。で、デトックスダイエットの危険性について説明する前に、まずはデトックスについて解説していきたいと思うんですけど、デトックスとは体の中から有害な物質、老廃物を排出することを言って、デトックスダイエットはその解毒効果を利用した減量方法のことを指します。で、毒素とか老廃物が体に溜まったままになると腸内環境が荒れたり、代謝が下がって太りやすくなるとか、他にもむくみとか冷え症とか様々な体の不調の原因になると言われています。で、デトックスでこれらの有害物質を取り除いて体本来の動きを取り戻し、新陳代謝を増加したり冷え症を解消させて、さらに痩せやすい体質になって脂肪を落として引き締める効果があると言われています。こういった背景があってデトックスダイエットは今では一般的なダイエット方法になってるわけなんですけど、で、デトックスダイエットの一般的なやり方は断食、特定の野菜、果物とかスープを食べる、あとは指定のフルーツジュース、デトックスジュースを飲むとか、まあそんな感じですね。で、共通してるのは食事量を抑えることと特定の商品を口にすること。で、これらの方法が内臓を休ませるとか毒素を排出するとか体本来の機能を取り戻す効果があると言われています。で、まあ、ここまで一般的に知られているデトックスの考え方とか方法について解説してきたんですけど、冒頭でも述べたようにデトックスダイエットに効果はないです。デトックス関連の商品に体の毒素を排出する効果があるとした科学的根拠もないですし、そもそも体の中から有害なものを取り除く効果っていうのは肝臓に備わっているんですよ。だから特別なことをしなくても毒素とかその他諸々のものは排出されます。つまり普通の生活をすればデトックスはもうすでに完了しているわけなので、専用のドリンクとかスープを口にする必要がないんですよ。で、内臓の力で排出するのが難しい有害物質も一部あるんですけど、それら普通の食事に含まれていない、日常生活ではまず体の中に入らない物質なので気にする必要はないです。で、たとえそれらの有害物質が体の中に入ったとしても、デトックスダイエットにそれを排出する科学的根拠もまたないんです。だから本当に効果がない。デトックスダイエットは架空のハリボテの概念なんです。で、僕がデトックスについてここまで否定的なのは、デトックスは効果がないどころか危険な減量方法だからなんですよ。デトックスダイエットの方法はさっきも説明したように様々なんですけど、その多くは極端な食事制限とか特定の商品の過剰摂取があるんですよね。で、これらの方法は数日間なら問題になることは少ないんですけど、長期にわたって続けるとカロリー不足とかビタミン、ミネラルの欠乏に陥って障害を抱えるリスクが高まって最悪の場合死に至ります。いや、そんな大げさなって考える人もいると思うんですけど、実際にデトックスが原因で脳に障害を抱えた事件が起こってるんですよ。被害者はイギリス人の女性で、実際ニュースに残っていたのでリンクで確認してほしいんですけど、で、彼女は担当の栄養士に塩分の摂取量を落として、とにかく大量の水分を取るように推奨されてます。要はウォーターデトックスですね。で、このデトックスを始めて彼女は数日間で嘔吐を繰り返すようになったんですけど、で、それを見て栄養士はこれは好転反応でデトックスの正常なプロセスだから問題ないとしてデトックスを継続させたんですよ。で、彼女はアドバイス通りそのずっと水を飲み続けて塩分の摂取量を減らすって生活を続けた結果、水中毒として知られる低ナトリウム血症を引き起こして脳に障害を抱えて働けない体になっちゃったんですよ。で、デトックスってのは効果がないだけじゃなくて危険なんですよ。単純に暴飲暴食が続くとなんとなく罪悪感が芽生えてきて、それまでの食べ過ぎをどうにかしてリセットする方法はないかって探し始めるのはまあなんとなくわかるんですけど、で、その人たちの目にはデトックスがめちゃくちゃ魅力的に見えると思うんですよ。でも、すでに紹介した通りデトックスは架空の概念で、それまでの食生活をチャラにする魔法の方法じゃないんですよ。で、むしろ健康を害する危険な方法なので、安易にデトックスを始めるのは本当にお勧めしないです。肥満になる原因は体に老廃物とか毒素が溜まったからじゃなくて単純に食べ過ぎなので、本当に痩せたいとしたらデトックスじゃなくて普通のダイエットを始めるようにしましょう。で、健康のためにデトックスを始めたいという人はそれもやめといた方がいいです。むしろ不健康、毒素を排出するというデトックスの考えそのものが一番の猛毒だと言えます。
Do 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 do